どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ゴエモンジャパン VS エンビジャパン、ジャパン対決32対33、66.93% と 68.40% 負けてしまいました。攻撃成功回数といいますか、攻撃失敗回数一勝、残りそうですね、星3つがですね、今回のルールとしてはタウンホール10からタウンホール9の、まあその格下への攻めは NG という感じだったんですけれども、そうですね、タウンホール10は全部 星2つで埋めて、1つ星3が生まれました。そしてタウンホール9同士の戦いはタウンホール、9は1つ全開、そしてエンビさんも1つ全開ということで、今回私のなんと私の範囲ですよね。これ実際ミシュランマさんですね。5番のミシュランマさん、こちらの方ロジック杯、3位のミシュランマさんですすごいです。もう見ていきましょう。こちら、東京ゲームショー2015で最高のレイアウト、最高の配置として歌っていましたが、まさかここで星3つ取られるとは。そして先ほどのじゃないわ、結構前、3日前ぐらいにその最高のレイアウトの強さを語るみたいな動画で陸攻め対策したって言ってたんですけど、これアチャクイ反らしてんすよね、わざと。そしてヒーラー1体なんですよね。ここら辺のおそらく秒間ダメージを計算して1体でいいということですね。そしてホグライダー、そして私が動画で、そのこういう配置だよっていう紹介した時にはですね、と罠の位置は変えたんですよ、全部ね。もちろんその塩ビ戦があるので変えたんですが、そして援軍もなんかこうなんか適当になんか処理されてホグライダーが回っていくと、いやー、そしてこちらアーチャークイーンいるんですよね。秒間ダメージすごい少ないので、でホグライダーが回されて残りヒーラーがヒーリングが一発、これ耐えるんじゃないかなと思ったんですけど、やはりこのホグライダーの数と、そしてペッカがまだいるんですよね。さすがロジック杯3位ですよね。いやーすごい、やっぱりロジック杯をこう生き抜いた男というんですかね。まあそして小ゴーレも、対応がターゲット取ったりですね、巨爆も2連あったんですが、でホグライダーもそこも無傷というか、こうなんていうんですかね、軽傷で、であと時間とゴブリンも積んでいて、ゴブリン3体積んでるんですね。いやー、そしてアチャクイもまだ体力がまだまだ回復するということで、秘宝ですよ、最高のレイアウト。ああ僕たちの村を壊せると思ってるならそのままでいいんじゃないですかみたいな、あの動画。いやー、まあということでね、私の村が星3取られてしまいました。そしてゴエモンジャパン VS エンビジャパン対決、ジャパン対決は32対33で負けてしまいました。ぜひともですね、次回、ゴエモンジャパン VS エンビジャパン、次の戦いは実現するのでしょうか。皆さんお楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。